世界の鉄道一覧ニュージーランドの鉄道ニュージーランドの鉄道はニュージーランドの北島と南東の両方で機関線6 7ミ、mm、リメートル全長3898キロメートルの鉄道網を形成している鉄道の営業はもっぱら貨物に集中しており特にバラ積み貨物を中心としている旅客の営業は一部の路線で限られたものとなっている オークランドとウェリントンの2都市のみ、通勤鉄道が存在しており、どちらも近年改善と拡張が進められている。鉄道網の所有権は、国有企業である、オントラックに与えられている。実際の鉄道の営業は、民間企業によって行われている。最も大きな運営会社は、オーストラリア資本のトールレールとその子会社、トランツメトロ、トランツシーニックであり、他に、 オークランドの通勤鉄道を運営しているベオリアがある。1993年から2004年までは線路を含む鉄道網は民間企業のトランツレールが所有していた。鉄道網はその後最国有化されている。ニュージーランドの鉄道網は全長およそ 3898km あり、そのうち約 500km が電化されている。 内陸の山がちな地形を通じて建設するコストを抑えるために 1067mm 強器が採用されている。複雑な地形はラウリムスパイラルに代表される土木技術の域を集めた数々の施設を生み出した。合計で1787の橋梁と150のトンネルがある。鉄道網は1952年に 最大の 5700km に達している。鉄道網は過去に何度も大規模な改良工事がなされてきている。代表的なものとしては、1937年6月19日に開通したタワーフラット線、1955年11月3日に開通したワイララパへのリムタカトンネル、1978年9月12日に開通した、 ベイオブプレンティ地方の開外線などがある。これらはどれも大規模なトンネル工事が行われており、あとの二つはいずれも 8km に達している。重要なインフラストラクチャーの更新は、北島のノースアイランド本線に対しても1980年代中盤に行われており、このうち一部は電化工事を含むものであった。現在は改良計画として、 オークランドの郊外網の電化が進められており、またマースデンポイントの港湾への連絡鉄道の計画がある。1950年代まで、ほとんどの機関車は蒸気機関車であった。その当時は全部で3区間お寺の電化区間があり、1500ボルト直流で電化されていたが、このうち現在も電化されているのは、ウェリントン区間のみである。 ディーゼル化は1940年代後半から入れ替え用の機関車から始められ、最初の本線用の機関車 DF クラスは1954年から導入された。1967年までに実質的に北島から蒸気機関車が消滅し、南東でも1971年に消滅した。1983年から私有の蒸気機関車や、 ディーゼル機関車が特別列車を運行することができるようになっている。1988年、パーマストン・ノース・ハミルトン間のノースアイランド本線の 25KV 交流電化が完成している。ダニーデンの貨物操車場、ノースアイランド本線でコンテナ車を引くトランツレールの丸花鉢塗装の EF クラス電気機関車クライストチャーチ駅を 出発するピクトン行きトランスコースタルトランスメトロの EM、ET クラス電車、EAP に似て、オークランドの AM クラス電車 JA クラス蒸気機関車の復活運転貨物輸送はニュージーランドにおいて、鉄道事業収入の圧倒的な割合を占めており、その大半はバラ積み輸送となっている。一般貨物はほとんどコンテナ化、あるいはパレット化されたものに限定されている。 バラ積み貨物は、石炭、石灰、鉄、木材、木材製品、パルプ、牛乳、自動車、肥料、穀物などである。貨物営業は、トール社によって行われている。ほとんどの貨物輸送は、輸出産業向けとなっており、輸送能力を重視している。例えば、ミッドランド線での石炭輸送では、デラックスクラスディーゼル機関車の従連で牽引され、 30両の石炭車からなる1600トン運転が行われている。かつての鉄道事業者、トランツレールは貨物を道路輸送に追いやったと非難されている。2002年にトランツレールは固定編成のコンテナ車で大半の貨物をコンテナ化して輸送する議論を呼んだコンテナ化計画を実行した。コンテナ積み下ろし設備は主な貨物ターミナルに設置された。 結果として2003年に鉄道網が最国有化されたことから政府はトール社が最低限の貨物輸送量を維持しなければ独占的に線路を利用して貨物営業する権利を与えないことになった貨物輸送の水準は現在ではかつて鉄道が事実上の独占をしていた1983年以前と同水準に達している1980年には 鉄道貨物輸送は1,180万トンであったが、1994年には940万トンに減少し、1999年までに1,290万トンまで回復して、これは1975年のピークよりもわずかに大きい。1982年の規制緩和後、貨物輸送に対して大胆な合理化が実施され、小さな駅や操車場は閉鎖され、 貨物列車のスピードアップ、輸送能力向上が行われるとともに、1987年には、車掌車の連結廃止、さらに古い車両、特に二軸車の淘汰が進められた。近年、貨物輸送はかなり成長しており、バラ積み以外の分野でも成長し始めている。オークランドとパーマストン、ノースの間では、2006年から2007年にかけて、 貨物輸送量の39%の伸びを記録した。667km の路線に毎日運行される5本の貨物列車により、並行する道路を走るトラックは毎日120台分削減されている。旅客鉄道輸送の最盛期であった1950年代から1960年代にかけては多くの地方で旅客鉄道輸送が行われていた。 1965年には2500万人の旅客が鉄道を利用していたが、1998年には1170万人に減少した。現在ではわずかに4つのルートで長距離旅客輸送が残っているのみである。長距離旅客輸送はトールの子会社であるトランツシーニックによって運営されている。ワイララパコネクションも長距離旅客輸送に分類されることがあるが、 これは、ウェリントンの通勤鉄道事業者である、トランツメトロによって運営されている。オークランドからタウランガまでの海米エクスプレス、ロトルアまでのガイザーランドエクスプレス、ネイピアまでのベイエクスプレスは2001年に、クライストチャーチとダニーデン、インバーカーギルを結ぶサザーナーは2002年に、オークランドとウェリントンを結ぶ、夜行列車のノーザナーは2004年に、それぞれ廃止された。 ウェリントンとオークランドには、近郊鉄道輸送がある。クライストチャーチとダニーデンにもかつては存在していたが、政府による支援が不足していたため廃止された。ウェリントンは1930年代に、クライストチャーチに続いて2番目に、電気鉄道による旅客輸送を開始した。トール社は、トランツメトロを子会社として所有しており、この会社が、 ウェリントン地区の近郊旅客輸送を行っている。5つの路線があり、アッパーハットからマスタートンまでのワイララパコネクション以外は全て電化されている。トランツスメトロは電車を使用し、また非電化区間ではディーゼル機関車牽員の列車を使っている。トランツスメトロは長らくニュージーランド最大の都市であるオークランドでも近郊旅客輸送を営業していた。べての列車は ディーゼル運転で、機動車、または、ディーゼル機関車の牽引する、プッシュプル方式で運転されていた。2004年半ば、コネックス社が、運営権を獲得し、トランツメトロはこの時には応殺しなかった。近年、オークランドの近郊鉄道は劇的な変化を遂げた。廃止された路線の再開、既存路線のヘレンズビルへの延長と、ブリトマート駅の建設、路線の電化、 新線の建設などが行われた。運営は、フランスのトランスレブ社が担当している。駅や線路、車両の所有は、オークランド地域輸送公社である。保存鉄道としては、レールウェイエンスージアストソサエティー、スティームインコーポレーテッド、メインラインスティーム、タイエリゴージ鉄道が、それぞれ独自の車両と本線で、運行可能な蒸気機関車、または、ディーゼル機関車を所有している。 これらの団体は、1978年以降、ニュージーランド鉄道網での特別列車の運転を行ってきており、また1983年以降はこれらの列車を経営するために独自に用意した適切な機関車を使用することが認可されている。他にも、数グループが保存鉄道として、あるいは公共旅客輸送用に本線運転できる機関車を整備している。 ニュージーランドの鉄道網は1863年から当初は州政府の手によって建設が始められた。ニュージーランドの最初の公共鉄道はその年カンタベリー州のフェリーミードで開通した。カンタベリー地方鉄道は5フィート3インチ後期で建設された。1867年2月5日、サウスランド州は インバーカーギルからブラフまでのブラフ支線を標準機4フィート8.5インチで開通させた。1870年、ジュリウス・ボーゲル首相を率いる中央政府が1000万ポンドに及ぶ外債を発行して鉄道建設を含むインフラ整備に充てることを提案した。また、中央政府は国内の機関として3フィート6インチを採用した。 最初の狂気の路線として、1873年1月1日、オタゴ州において、ダニーデンポート、チャルマース鉄道会社の手によって、ポートチャルマース支線が開通した。オークランドの最初の鉄道としては、オークランド、ワンハンガ館が1873年に開通している。ボーゲル首相はまた、イギリスのジョン・ブログデンサンズと、鉄道建設契約を結び、 イギリスで募集されたブログ伝の工夫を使って建設を進めようとした。1876年に州制度が廃止され、鉄道網は中央政府によって管轄されるようになった。当初は公共事業省が1880年からは鉄道省が管轄している。少数の路線が私鉄として建設され、そのうち ウェリントンマナワツ鉄道のみが1908年に国有化され、いくらかの成功を収めている。1950年代の鉄道網の最大の時期には、およそ100の路線が営業していた。1960年代から1970年代にかけて、大規模な支線の閉鎖が行われた。当初は、鉄道は道路との競争から保護されていたが、 20世紀を通じて規制は次第に緩和され、1983年には完全に廃止された。北島と南東の鉄道網はお互いに独立していたが、1962年に鉄道省によってロー、ロー牢線が導入されて接続された。現在はインターアイランダーのブランド名が付けられている。ニュージーランドの鉄道網は、 その歴史の大半を通じてニュージーランド鉄道省によって運営されており、鉄道大臣は内閣の一員であった。1982年、鉄道省は株式会社化され、利益を上げることを求められるニュージーランド鉄道会社となった。1990年、鉄道事業の中核は国有企業であるニュージーランドレールリミテッドに移管され、 ニュージーランド鉄道会社は非中核的な資産を保有することになった。ニュージーランドレールリミテッドは1993年に民営化され、新しい所有者は1995年にトランツレールの名前を導入した。鉄道網の所有権が民間企業にあった時期にはトランツレールは貨物輸送をトラックへと追いやっていたと批判されている。また、 いくつかの路線で補線の欠如により、故意にスピードダウンした、ともされている。主に西海岸からリトルトンへ石炭を輸送している、ミッドランド線は、政府の安全検査機関ルッツェから2003年に、安全ではあるもののひどい状態であると査定され、大規模な修理が必要であるとされた。こうしたことになった原因としてよく挙げられているのは、道路は公共財として提供されているが、 鉄道網は、私有財産であるため、道路輸送を用いた方が、鉄道輸送よりも安いということである。トランツレールはまた、保存鉄道を運営している事業者に対して、鉄道網へのアクセスを制限したと、非難されている。保存鉄道運営者は、安全審査の承認を得るために必要な設備の、利用権を得づらくなり、 また適切な保険契約を得ることができないという問題もあった。政府は2002年にオークランド都市鉄道網をトランツレールから8100万ドルで買収した。トランツレールは引き続きその鉄道網で貨物列車を運行する枠を保持し、オークランド地域評議会はその鉄道網における都市近郊旅客列車の運営権を入札にかけることを認められた。 すでに地方自治体の所有ではなくなっていたオークランド駅は現在オークランド地域評議会の参加にあるオークランド地域交通公社へ合併することになっているオークランド地方政府の関連団体のオークランド地域交通網会社へと移管された2002年にトランツレールはその財務状態の悪さのためにニュージーランド証券取引所における株価が記録的な安値に下落した 政府は鉄道網のインフラストラクチャーを再国有化する、代わりに同社を救済する様々な枠組みを検討した。その際に説明された理由は貨物輸送を道路から鉄道へ戻して鉄道輸送に関心のある事業者すべてに線路の使用権を与えるためというものであった。オーストラリアのトールホールディングスがトランツレールの買収に成功し、 政府との協定に基づいて、鉄道網のインフラストラクチャーを政府に1ドルで売却した。政府はそれ以降、ニュージーランド鉄道会社、現在のオントラックを通じて、税金をもとに2億ドルを遅れていた補正の促進と、財務内容の改善に投じることを確約している。ニュージーランドにおける最も被害の大きかった鉄道事故は、 1953年のクリスマスイブ、エリザベス2世の訪問中に起きたもので、ラハールがタンギワイにある鉄橋を破壊したために起きた。ウェリントン・オークランド間の夜行急行列車が鉄橋を通過している時に鉄橋が崩壊し、285人中151人が死亡した。タンギワイディザスターを参照。ニュージーランド鉄道省は鉄道工場をアディントン。 イーストタウン、ヒルサイド、ハット、ニューマーケット、オタフフに運営していた。このうち、ハットとヒルサイドの未現在でも運営されている。およそ60の団体が、保存鉄道、及び博物館を運営している。ほぼすべてが、ニュージーランド鉄道団体連盟の会員であり、路面電車や森林鉄道に関する活動も行っている。鉄道の保存活動は、 1960年代に多くの蒸気機関車が運用から外れ、支線が廃止されていった時に活発化した。ニュージーランドにおける鉄道博物館は、鉄道車両の保存と展示を中心に行い、1トル程度の短い路線を所有して列車の運行を行っている。ニュージーランドにおける鉄道保存団体の多くはこの範疇である。 かつて鉄道網の一部を構成していた廃止された支線を使って保存鉄道を運行している場所もいくらかある。こうした路線は博物館のものより長く通常は 5km 以上あり、こうした団体では保存と展示よりも列車の運行に中心が置かれている。現在、保存鉄道の活動としてはグレンブルックヴィンテージ鉄道。 森林鉄道クラブ、ワイタラ鉄道保存協会、ウェカ、パス鉄道、タイエリゴージー鉄道などがある。タイエリゴージー鉄道は、ダニー電子評議会によって設立された公営企業体であり、6 0トルに及ぶ路線を運営して、この種の鉄道で最も大規模である。それ以外の路線はすべてボランティア団体によって運営されている。 ウェッカパス鉄道は 13km の路線を運営し、ボランティア団体によるものとしては、最も長い。ウェッカパス鉄道には一時期、2001年頃、日本人がボランティアとして、同鉄道の活動に参加していた。ベイオブアイランズヴィンテージ鉄道は、全長1 1トルであるが、状態が悪く、2000年に運行が廃止されて、以降では、 最初の列車を2007年7月3日から2週間、川川から運行したが、現在同協会では、川川とオプアの間の線路の修繕に取り組んでいる。ニュージーランドの保存鉄道は、お互いの連携が強く、お互いの車両が、お互いの線路上を運行することもしばしばある。A.B. チャーチメン、ジェフリー B., アンハースト、トニー、ザ・レールウェイズ・オブ・ニュージーランド。 メジャーニー・スルー・ヒストリーハーパー・コーランズ・パブリッシャーズ・ハット・エビースタティスティックス・ニュージーランドロング・ターム・データ・シリーズ・トランスポート2008年3月25日閲覧レール・フレート・フィギュアス・アップ・ザ・ニュージーランド・ヘラルドフライデー17オーガスト2007ありがとうございます